はい、すいません。ちょっと呼ばれてるんで、すいません。次はね、タベルです。タベル。フランス、まあ、三大ロゼとか言ったりしますけど、あの、ロゼの産地としては伝統も非常にありますし、かなりこう、しっかりとしたコクのあるロゼを作る名城地ですよね。ソムリエ試験だったら必ず覚える、あの、ロゼだけの AOC です。で、これは、非常にいい作り手さん、ドメイヌ・カラビニエっていう生産者のルナー・ポジェっていう、ビオディナミン栽培のシリーズのやつですね。個人的にあの、ロゼっていうのは、あ、バクトを言うと、グルナッシュ。グルナッシュっていうブドウが 50%、ハンソーが 20%、フレレットが 15%、シラーが 15%。そういうセパージュです。あの、ロゼとしては結構色も濃いですし、あの、しっかりとした飲み応えがあるんで、どちらかというとこう、秋冬向けのロゼ。ラベルもかっこいいですし、ちょっとロゼワインとしては値段高めなんですけど、名城ワインとしてのロゼっていうのを味わえる。そういった銘柄だと思います。これはですね、なんかの、雑誌かなんかの企画で、僕が、なんか呼ばれてロゼワイン40種類ぐらいずっと延々飲む機会があったんですけど、その時一番美味しかったんですね、これが。まあ、それで、ああ、いい作り手だなと思って覚えてたやつなんですけど、非常にこのロゼっていうのは作り手さんの腕が本当に出るカテゴリーで、手を抜けば本当に薄っぺらな、ペターっとした味わいになりますし、いいものは赤ワインと白ワインのいいとこ取りをしたような、そういったものになるんですけど、これは本当にその後者で。味わいのコクもありますし、白ワイン的な寛容性もありますので、非常におすすめの銘柄です。じゃあ、色調はね、ロゼとしてはさっき申し上げたみたいに結構濃いと思うんですけど。香りは本当にチェリーとか、バラの花みたいな、非常にエレガントな香り、もう飲む前からもう絶対うまいって感じの香りします。いや、実は久しぶりに飲みましたけど、相変わらずうまいですね。本当にジューシーでフルーティーです、かつそのなんていうんですかね、甘ったるフルーティーさではなくてフローラルなお花の香りとそういったものも感じるんです。で、味わいすごくこう濃さ、充実感があるんですけど、濃いけど重くはないですね。本当にいいロゼですね、これは。ぜひ皆さんも一度飲んでいただきたいですね。手頃なワインとしてのロゼというよりは、本当にフランスの名城地の、グランバンとしてのロゼワインっていう、そういう文脈で、ちょっとロゼワインとしては先ほど言ったみたいに値段高いんですけど、飲んでいただければなと思います。こちらでした。